皆さんこんにちは。世界で一枚のあなただけのカーテンをお作りします。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアです。今日はちょっとインテリアの仕事をお話ではなく、カラー効果についてお話をさせていただきたいと思います。皆さんは車の色によって事故の起きる割合が変わるということをご存知でしょうか。事故の多いナンバーワンは青になります。そして2番目がオリーブグリーン、3番目がグレーになっています。皆さんも後退色、寝室色ということをご存知の方も多いと思いますが、ブルーとかオリーブグリーン、これは後退色になるんですね。実際の物体がある面よりもその色によって下がって見える、それが後退色になりますが、ブルーとかオリーブグリーンの場合、歩行者がその車を見て、あ、まだ遠くにあるなということで横断してしまう、あるいは右折車がまだあの車先にあるなということで右折をしてしまう、そうすると車が来て事故になってしまう、そういった後退色という面から事故が多いわけですね。またそれとともに寝室色である赤とかオレンジ、イエローの車って事故が少ないんですね。まあ街中を走っていても赤とかイエロー系の車っていうのはやはり車の存在がよくわかりますね。それからブルーとかグリーンは自然界に存在する、とても一番多く目にする色合いですよね。ブルー、空の色であったり海の色であったり、またグリーンは木々の緑もそうですし、まあいろいろこう植え込みとかそういったところもグリーンがたくさんありますので、同化してしまうとともに目がその色合いに慣れてしまっているということもあるかと思います。小学校の児童がランドセルのカバーをイエローをかけているのはとても有効なことだと思いますね。注意を引きます。今日申し上げた車を選ぶ時の色はもちろんご自身の好みということもあるかもしれませんが、今のような事故率ということもちょっと含めて選択をされたらいかがでしょう。今日はインテリアの話ではなく、自動車の色によって事故率が変わるというお話をさせていただきました。今日のお話は少し参考になりましたでしょうか。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアでした。